インングランド一部リバプールは現地時間3月10日、本拠地アンフィールドでのプレミアリーグ第28節で昨季王者マンチェスター・シティと対戦。試合に先駆けてスタメンが発表され、日本代表 MF ・遠藤航は大一番で2試合ぶりの先発出場となった。写真、子供を迎えに来た父親、学校の先生、リバプール・遠藤、練習場に到着した際のシンプルコーデ。 2位リバプールは今節、3位シティと対戦。両チームの勝ち点は1差で、試合の結果次第では順位が入れ替わる重要な一戦だ。リバプールは昨年11月25日に行われたプレミアリーグ第13節の直接対決では、1対1のドローに終わっている。遠藤は現地時間3月2日のプレミアリーグ第27節ノッティンガムフォレスト戦、1から0。 で4試合ぶりにスタメンを外れ後半15分から途中出場続く3月7日に行われた UEFA ヨーロッパリーグ L 決勝トーナメント1回戦第1戦のスパルタプラハチェコ1000でフル出場し5-1の快勝に貢献していた遠藤のリーグ戦先発は今季12試合目 シティとの前回対戦では後半40分にアルゼンチン代表 m f r クシスマック・アリスターに代わっての途中出場だっただけに、世界的ビッグクラブ相手に自身初のスタメンとなる。